さあでは次のコーナー参りましょう。秋田市中心市街地の情報をお届けするシーナちゃん街中応援委員会です。ここからはイベントのご紹介してまいります。引き続きゲストご紹介いたします。石川文子さん、そして鈴木野則之さんです。引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ先ほどはクロスオーバージャパンライブについてご紹介いただきましたが、続いてはロッキンクリスマス2022、はい、こちらですね。こちらでございます。クリスマスの話題です。石川さん、こちらはどんなイベントなんでしょうか。はい、こちらは先ほど申し上げました、ドラマーの大間次郎が音楽監督リーダーでございます。はい、大間次郎 and 不愉快な仲間たち、もう本当にいいスタッフでわざわざ一日拍手すみませんね、のしたるその発表の場でございます、はい、ライブでございますね。で12月11日、秋田市のパーティーギャラリーいやたかで開催いたします。で会費が1万円というのはあらお高いかしらと思う方いらっしゃるかもしれませんけれどもお食事がちゃんと出ます。クリスマスに沿った今メニューを考案中でございますのでご期待くださいませ。そしてゲストはこの画面の右の方に出てますね、青い服を着てギターを持っているゲスト、シンガーソングライター十和田在住の桜田誠さんです。で我々のバンドはですね、キーボードがおりませんで、実はギター2人、ベース1人、ドラム2人、踊って歌れる MC の私っていうことで6人なんですけれども、はい、キーボードがいないということで、誠さんにキーボードをやってもらい、そしてギターもやってもらい、コーラスもやってもらい、まあ、シンガーソングライターだからご自分のコーナーも持ってもらってというふうに、はい、こうね、いろいろもうバラエティ豊かにやっていこうという、そういうクリスマスの夜でございます。じゃ青森からのゲストでこうなんか練習、一緒に練習する時間とかってあるんですか。あ、ね、1回だけ来ますね。1回だけ来て朝から晩までやって、それで合わせる。その前に、まあ、これとこれとこれとこれやるからよろしくって言って、あちらもプロだから一生懸命練習してくるわけですよね。じゃあもう一日でバチッとバチッと合わせるということでございますね。はい、そう、改めてなんですが、その大間次郎&ふう愉快な仲間たち、こちらどういうグループなのかご紹介いただけますか。はい、この大間次郎&ふう愉快な仲間たちは2年前に結成いたしました。でもその前身がありまして、はい、ギターの2人とベースの人、あ、今出てますね、はい、ちょっとメンバー紹介しますと、はい、後ろの左がベースのジェットと古谷と言います。で私が映っていて、私の隣がフーリオ和賀というリードボーカル&ギター、うん、そして一番左がリードギターのこの人は沼沢ですね、某の沼沢リンゴ農家でございますね、うん、でその前に座っているのが、右が次郎大間で、左がのんちゃんのりゆきというね、今日のゲストであります。この6人の構成なんですが、最初はねギター2人とベースの3人だけだったんですよ。でドンカマっていうんですか、あの機械の、ね、リズムマシン、リズムマシンがあるでしょ、うんうんうん、でそれでやってたんだって。ドラムがいなかったから、はいはい、それでまあやってたんだけれども、ある日その大間次郎氏がフーリオ和賀がやっているラジオ番組にゲストで出て、でそのまま湯沢ね、湯沢の FM なんですが、でそのままうちのバンドさ、ドラムいないからさ、オーディション来るって言って、うん行くって言って次郎さんが行って、すごいですよね。すごいよね、次郎さんオーディションやっちゃうんだ ね、 ね、それでまあ受かって入ったっていう。で次郎さんの希望としましては、前々から俺さツインドラムでやってみたかったんだよっていうことで、秋田のドラム仲間である鈴木のんちゃんのりゆきを連れて行き、ラジオの相方である石川文ちゃん、歌って踊れるフリーアナウンサー、この人も連れて行き、秋田から3人行って、あちら3人こちら3人で6人のバンドが仕上がった。それで名前が大間次郎&ふう愉快な仲間たち。すいません、本当すいません、反応してしまって、いつ来るか分かんないですけど、ちゃんさんも気抜けないですよね。本当すいません、いつ来るか、そういう感じで、出来上がりして、あ、これをこれあれですよ、はい、うちの鈴木のりゆきデザイナーが作りました、うん、これデザインしたオリジナル T シャツ、そう
まあ、ジローオーマーなんだけどね。そうですね、オーマジローで、オーマジローですね。で、フーファニーカンパニー、愉快、愉快な、愉快な仲間、仲間ちゃん、YN ってやろうと思ったんですけど、ファニーカンパニーの方がいいかなということで、これが私たちの、ね、バンドの制服です。ポイントはハンスケですよね、やっぱりね。ハンスケどこですか。ハンスケってここにあるんですけど、ハンスケってあるんですけど、ハンスケ村っていうところにスタジオがあるんです。横手市増田町ハンスケ村というね、市町村ってね、全部がつく地名があるんですけど、そこにスタジオがあって、そこに私たち練習に、そのバンド T シャツって買えるんですか。買えます。当日売っている。へえ、XL、L、M、S 揃えてます。買いに来てみんな。なんてねちっこい販売。すごい。大阪の人に言われたくないね、ちっこいとか。大阪飽きんのには負ける。もうこれ行ったらね、もう買うしかない感じですね。そうですよ、お揃いでね、みんなとね。そう、みんなでお揃いで来て盛り上がりましょう。ぜひぜひ。そう、いいデザインね。そんなあの大魔女の風愉快な仲間たち の、はい、あのバンドを実際にしてる映像があるみたいなので、はい、ちょっとご覧いただきましょう。で、ちょんまげ。あ、出てる出てる。ちょっと暗がりの中でやってますね、あ、その手前の、あ、ほら、二郎さんと鈴木のんちゃんで、ギターのみんなに、ただ踊ってるだけの文ちゃんっていうね。これ去年のね、10月に配信でやったんですよ。お客さん入れられなくてね、こういうご時世ですから、生配信で、はい、そうだったんです。生配信でこうチャットで皆さんね、見てる方は参加して、すいませんけど有料だったね。有料配信もやってし、でも有料級ですよ。でもね、なんかたくさんの方に見ていただきました、ありがたいことに。で、これやった映像が残って、これドラムセットがなんかあの、客席にねセットしてるんだよね、これ。そうですね、あそこお客さんの席なんですよ。そう、で、これ1年前だからよっぽどもっと上手くなってるわね。そうですね、はい、もうね、私たち努力の賜物で今回ね、ちゃんと仕上げますからね。そう、いやでもそうですね、だって2020年に結成されたんですもんね。10月に結成し、そうです、そこから2年経ちましたね、はい、でも2年しか経ってないって感じしないですよね。しないですね、もう濃厚ですね。結構練習も結構頻度、練習はまあ週に1回、はい、まあ、部活って呼んでるんですけど、私たち部活動の部活、でも大人の部活なんですよ、本当に。みんな音楽好きな人たちが、あのギターのみんなはですね、もう20何年仲間なんですよ、そこに加わった我々秋田人なんですけれども、あの、心よく受け入れていただいて素敵な仲間たちになったっていうことですね。皆さんそれぞれ本業がね、アナウンサーとか講師、リンゴ農家の方もいらっしゃるし、まあ、会社員の方もいるし、会社社長もいるしっていう感じなんですが、やっぱりね、音楽を愛する気持ちは一緒なんですよね。一緒ですね。そうですね、なんか本当勇気をもらえますよね、こういう方々がそうやって趣味で一生懸命、やってるっていう姿を見ると、同じ年代でこうまだこう踏み出せずにくすぶっている方たちに対してもすごく勇気を与えてるなって思いますね。やっぱりね、で、私もね、キャリコの時は、まあ、ピアノ1本とかカラオケで歌ってたんですけど、バンドで歌ったのは2年前が初めてなんですよ。シャウトしてますからね、今シャウトしてるからね。シャウトしてうわーやってるからね。シャウトはするし、今回の12月はギターも弾くんですね。なんと、ギターも本譜を初公開、毎日練習、ここ痛いっていうね、本当に本当に。だからね、ちょっとやってみたらって言われるわけですよ、音楽リーダーの二郎さんに。じゃあね、ギター今回ちょっと弾いてみたらって言ったら、いや、やったことないし、でもね、I'll try なんですよ。もう、できないできないできないとは言わない、まあやってみようかな、I'll try してみますって言って、まあやってみる。まあ大体人はですね、できない人には言わないんだ、そういう。だからやっぱりね、秋田の方々だって特にあの我々の年代より上とかになりますと、こうちょっとこう遠慮がちな方もいらっしゃる中にはですよ、だからまあね、振られたらまあやってみる、 I'll try っていうの、この精神が大切。そうですね、そう、本当その通り。教訓出ました。ちょっと今度の公演で喋ろうと思ってたことなんですけど、喋っちゃいました、これ。そうですよね、はい、なんか
一回真剣にやってみるっていうのは、ね、ちょっとなかなか勇気がいることかもしれないけど、うん、実際にやってこう楽しんでる方の姿を見ると背中を押してもらえますよね。みんな熱心にね、ギターの方々やっている、音楽監督大間次郎はプロフェッショナルだ、そしてそこにやってきてこのプロののんちゃんね、一生懸命次郎さんにねついていってますよ ね、 そうですね、立てながら、うん、でもね次郎さんはこの方が入ったことによって、うん、俺楽激しいのやってくれるから激しいの激しい部署お願いみたいな分担でね。そういやでもね、本当あの、うん、いや、いろいろ勉強させてもらってますよ本当、うん、やっぱ勉強になるでしょ、ね、隣であのプロフェッショナルの隣で。本当ですよ、もうなかなかないですからね、こういう、そうですよ、ね、そういう機会ってね、うん、そうですよね、羨ましいくらいですよね、そのドラム叩く人にとっては、うん、あの大間次郎さんでも自分も聞いてましたからね、大間さんのドラムの、ね、その小学3年生の時こう物を叩いてた少年が、うん、ノン少年が、うん、まさかこう今あんな有名な大間次郎さんと一緒に叩いてるなんて夢にも思わないですよ、ね、思わないですね。でそれで機関叩いてた時もそのオフコースの曲とかもね、こう当て振りでやりながらしてましたからね。それが ね30何年40年ぐらいか経って一緒にやれるなんて、それはだからそのギターの上手いおじさまたちも同じことを言ってました、うん、60過ぎてまさかプロが来てくれるとは俺たちのバンドにっつって、だからその大間さんが入ったことによってガッとね底上げになってるわけ、みんなだって必死だもんついてくの、うん、やっぱりその練習の日に合わせてしこたま練習をする、手に血をがにじむような練習をして、やっぱガッと1週間に1回合わせる、その積み重ねの12月11日でございますよ、皆様方、ね、よし、うん、では最後にあの、はい、視聴者の方に改めて PR をお願いします。はい、かしこまりました、ロッククラシックスナンバーです。皆さんよくご存知のビートルズとかイーグルスとかそれからエリック・クラプトンとか皆さんが耳なじみのある曲をやります、まあ、お若い方々は存じ上げないかなという感じなんですけれども、今のロックをやる少年たちよ、そこが礎、ロックの礎、ロックの基盤となったナンバーをたくさんやりますので、ぜひ若い方もそうでない方も、うん、ぜひ皆さんおいでになって楽しい12月を送りましょう。そして音楽からパワーをもらって来年も元気に生きていきましょう。もうなんかすごい元気もらいました。ありがとうございます。では改めて今日ご紹介した2つのイベントご覧いただきましょう。こちらです。はい、まずロッキンクリスマス2022は12月11日日曜日開催されます。16時オープン、17時スタートです。お問い合わせは株式会社イヤタカ018-835-1188 までお願いします。さあ、そして2つ目のイベント、クロスオーバージャパンライブ2022 in 秋田、こちらは今週末ですね、20日日曜日開催されます。オープンは15時、そしてスタートは16時となっております。チケットの予約はメールで受け付けております。メールアドレスは1120@gmail.com です。こちらまでお願いします。本日のゲストは石川文子さん、そして鈴木のんのりゆきさんでした。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてあの12月6日の火曜日の椎名ちゃんでもこちらロッキンクリスマスについて大間次郎さんが、はい、ゲストに、はい、はい、出ます。あともう一人あのバンドの方、そうです、リードボーカルのフーリオワガというね、はい、あのおじさま二人で来ますので女子ちょっともてなしてやってください。すみません、お世話になります。火曜日なんで、あ、そうです、ラカンさんですかね。男子ですね。小野花子さんと、はい、はい、小野花子さんと、はい、まあ素敵な高齢なみんなの感じで盛り上がるね。盛り上がるわ、素敵だわ。すごい、そちらもぜひね12月6日もご覧ください。さあ、お二人ありがとうございました。番組最後までお付き合いください。はい。